マシュハド、マシュハド、マシャドは、イラン第二の都市でシーア派の性病都市の一つ。テヘランの東、約 850km に位置し、ラザビーホラーサーン州の州都である。2006年現在、の人口は約250万人。日本語では、マシャド、マシュハド、メシェド、メシェット、マソハト、マシュハットなどと表記されるが、いずれも著しい点下。 回帰は823年に遡る。この年はシーア派、十二イマーム派の第八代イマームアリーアイコールリダーの没した年であり、マシュハドとは、マシュハデレザー、すなわち、リダー、現代ペルシャ語読みでレザーの準境地の意である。アリーアイコールリダーは、以前にサナーバードという小村であった、この地でアッパース町のカリフマームーンの命により、 暗殺されたとシーア派では考える。こうして、サナーバードには、イマームの死没地として、モスクが建設され、徐々にその周囲に、町が形成されるようになった。ガズマーサのスルタンマフムードが建立したボ廟は、マシュハドの最初期の主要建築の一つである。現在、聖廟とその博物館、アースターネクトスラザウィーは、イラン最大規模の思考本。 絵画などの文化的、芸術的方向となっており、また重要な学派も、性病との関わりを持つ。1912年、イマアムレザー病が、ロシア軍に爆破され、全世界のシーアハムスリムに、広範な奮劇を呼び起こした。マシュハドの宗教的重要性は、巡礼地でもあるという点にも現れている。例えば、不者は真っ赤へ、貧者は、マシュハドへと言われるし、 またマッカ巡礼を果たし、ハーチの称号を冠するに至った者も,もまた、次には、マシュハド巡礼、特に、イマームリガー病を行い、マシュティの称号を得るのである、住民も、マシュティと呼ばれる。現在も、年間、約2000万人のムスリムがマシュハドを巡礼に訪れる。政治史的にもマシュハドは重要な都市である。1736年から47年に、 イランを統治したアフシャール町のナービルシャーの下では首都として繁栄し、性病も多大の援助を受けている。ホラサーンの北部がロシア領、ヘラートを中心とする東部がアフガニスタン領となったガージャールアサ以降、マシュハドはイラン領、ホラーサーンの中心都市として様々な歴史的事件の舞台となっている。主要人口はムスリムが占めたものの、数世紀にわたり、 宗教的少数派の多い町でもあった。例えば1839年に強制改修させられたユダヤ人などがおり、ジャディードアルイコールイスラーム、イスラームの新残者と呼ばれ、表面上はムスリムの習慣に従ったが、実質的にはユダヤ教徒のアイデンティティ、伝統を維持し、宗教的二重生活を行った。また近代では、 バハーイー教の苦れが著しかった場所であり、また、最大の迫害が行われた都市でもある。最近のものでは1998年、二人のバハーイー教徒が処刑されている。マシュハドは、北緯36度20分、統計59度35分、ビーナールード山脈とヘザールマスジェド山脈に挟まれ、トルクメニスタントの国境を流れるキャシャフ川谷に位置する。 気候は、山岳性のステップ気候、欠片の気候区分での BSK で、冬に非常に寒く、春と秋は美しく、夏は暑い。年間降水量は250ミリメートルと少ないが、冬には雪が降ることがある。夏は暑く乾燥しており、日中の最高気温が、摂氏35度を超えることもある。冬から春にかけては、降水量が多く、冬には夜間に凍結することもある。 年間の日照時間は2900時間を超えない。マシュハドの人口は300万人近く、エスファハーンの約2倍に達する。主にペルシア人からなり、他に毎年2000万近い巡礼者が訪れる。マシュハドは長らく宗教教育の中心地であるとともに、世俗的にも芸術、科学の中心地であった。ペルシア語詩人の巨人フェルドースイーの名を冠した。 大規模なマシュハド・フェルドゥイ大学はこの地にある。また宗教教育の面では、17世紀に設置され、現代的施設にも替えされた、アーヤトラー・ホイ・マドラサが最も伝統的なもので、ある。町の中心部には1984年、性病複合施設内に設置された、ラザビー・イスラーム諸学大学がある。マシュハドの伝統的宗教教育は、 世界的に有名であり、各国から留学生、ターレバーンを集めている。マシュハドは、6世紀以上の歴史を持ち、中東でも古い図書館の一つに数えられる、アースターネークドスラザビー中央図書館の所在地でも、ある。ここには、約600万の歴史的文書があり、またアースターネイクドスラザビー複合施設内の、アースターネークドスラザビー博物館には、 様々な時代の7万以上に上る趣向が収められている。1569年、梅毒に関する最も初期の論文を表したイマード・ティ・マスウード・シーラージーはマシュハドの病院の医者であり、同所はヨーロッパ医学に影響を与えている。マシュハド近郊のカーシュマル絨毯は、この地域の伝統的ペルシア絨毯である。 人口ではイラン第2位となる生徒マシュハドは、毎年1200万人以上の観光客と巡礼が、訪れ、多くは八代イマームリダー病を訪れる。リダー病は中世以来の産経地であり、有名な世界旅行家、アブーアブドゥッター・ムハンマドイブン・バットゥータも、マシュハドを訪れている。金峰の美しい大公園や、トゥースや、ニーシャプールの歴史に名を残した人々の母を別と。 すれば、マシュハドのナーディルシャー病、空ンギー公園は、とりわけ注目を集める観光地である。マシュハド空軍基地、以前のエマームレザー空軍基地は、軍民共用空港で、ミラージュ戦闘機の基地である。郊外に目を転ずれば、イマームリラーの弟子たちの病がある。テヘランミッチ沿いのハージェムラート病があり、町の北約6キロメートルには、 サファビー町の初夏レザーアッパースイーニよルが有名なハージェラビー廟、ニーシャープール堂の沿線では約 20km の地にハージェアーバーサルト廟がある。他にマシュハドから 24km 離れたツースの地に大詩人、フェルドースイー廟がトルガーベ、トログ、アフラーマード、ゾシク、シャーディズなどの夏の降落地がある。サファビー町の建築として 有名なシャー公衆浴場1648年春行は近年修復され博物館に転用されることになっている。近郊にあるマシュハド国際空港にイラン国内の各空港への国内線と主に近隣のアラブ諸国への国際線が就航している。テヘラン方面、西、ヤズド方面、南西、東。 トルクメニスタン国境方面の3つの主要路線がマシュハドに接続している。サラフス経由でウズベキスタンやカザフスタンに向かう貨物列車もマシュハドから出ているが、機関の違いにより貨物の乗せ替えが必要である。ヤズド方面の路線はアフガニスタンのヘラートに向けて延伸路線を建設中である。また、イラン北部のゴルガンなどに向けた路線も計画中である。 路線はすべてイラン・イスラーム共和国鉄道が所有しているが旅客路線はラジャー旅客鉄道が運用している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。